こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。プリンセスコネクトリダイブ始めていきましょう。まずはピックアップガチャですね。お、星さん来た。いいですね、いきなり来たよ。おお、モニカだ。あ、そっか、モニカはもう出てるから、まあその代わり石を30個もらえますからね。あ、ダメだ。もう一回かな。ピックアップもう一回。ダメですね。星2が最高だ。この先は新鮮。ここで手に入れたアイテムで専用装備を作成できるみたいね。まだですね。ここから先は。ダンジョンってなんだっけ。ド M であとどのぐらい頑張れるか。ド M がやっぱりやられちゃうのし、ダメージ与えられないよな。すぐ回復しちゃうし相手。ダメですね、ポイント与えられない。ここからアリーナ。アリーナコインを確率に手に入れていきます。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。では、あのイベントやっていきましょう。ロマンシングサラサリア。それで最近彼氏とはどう？彼氏？救護員の経営も安定しているようだし、お前の進めている事業も順調だと聞いた。そろそろ身を固めることを考える時期だろう。貴族の娘としては特に早くもあるまい。それで本音は？お前宛ての見合い話がひっきりなしで、毎度断るのも面倒になってきたところだ。確かに。お前が誰かいい相手を見つけてくれれば、この煩わしさから解放されると思って。いや、どうせそんな理由だと思ったわよ。お父様が急にそんなこと言い出すなんて変だもの。何を言う。マナ娘を気にかけない親などいないさ。しらじらしい。で、まさかそんな冗談を言うためだけに呼び出したわけじゃないわよね。それだけ、うん、雑談はこのくらいにして本題に入るとしようか。
した理由はこれだ。これってランプ？ずいぶん年季が入ってるけど、ランドセルではあまり見ない衣装ね。ああ、かれこれ何年探したか。このランプはある砂漠の国の王が探し求めていた品なのだ。遠い昔に失われた国宝だと聞いて。その王様からお父様が探すのを頼まれてたの？ああ、いわゆる窮地の中というやつでな。初めてその話を聞いたのはもう随分前だが、伝説の品を本気で探すという発言に驚かされたものさ。だがそのランプが見つかったのだと連絡を入れた時、彼は本当に嬉しそうだった。私はこれを彼の元に返して、公私ともに末永く良い付き合いを続けたいと考えている。つまり？お前にこれを届けてきてほしい。ランドソルの遥か西、砂漠の国、サラサリアの国王へ。お父様が単なる茶飲み話に呼びつけるなんてありえないと思ってたけど、事情は分かったわ。でも私だって暇じゃないのよ。仕事はあるし、救護員の子供たちの面倒だって見なきゃいけないし。ちゃんと報酬はもらえるんでしょうね。当然だと。報酬は弾むし、必要な経費はもちろん負担する。子供たちが心配なら人でも手配し。そうだ、ついでに例の彼氏を連れて行ったらどうだ。例の彼氏、僕が家の長旅だ。護衛にもなるし、婚前旅行に角が折れる。どうしてそこであいつが出てくるのよ。それに婚前旅行って、商売も恋愛も気を逸するのが最大の損失だ。そして早い者勝ちでもある。どうだ、結婚まで行かずとも婚約くらいは考えているのか。私がお前の母さんを好きになった時なんかは、別にあいつとは何でもないから。もう分かった分かったわよ。お父様の頼み事を引き受けてもいいわ。その代わり、成功報酬にもろもろの条件忘れないでよね。あとあいつはまだ彼氏でも何でもないから。あ、主人公話か。ごちそうさま。まだ。そうです、まだです。自分の要求はきっちり通してくるところがお父様よね。普通国王への届け物をお使いさせる？まあそれだけ信頼されてるってのはいいんだけど、これが国宝のランプか。国の紋章みたいなのは刻まれてるけど、そんなにすごいものには見えないわね。紋章がすごい。落ちないわね。でもお父様ったら何を考えてるのかしら。婚前旅行だなんて、あいつはそんなんじゃ。確かに一緒に旅行に行くならあいつしか考えられないけど。でも旅行か。結婚前提かどうかはともかく、あいつといると退屈はしなさそうよね。そうなんだ。ハプニングに巻き込まれがちだけど、それも思い出になるような。行けるならそんな楽しい旅行に行ってみたいわ。当面は無理だろうけど、それでもいつかあいつとなんて。よし、完璧ね。綺麗になったじゃない。やだ、もうこんな時間。明日は商会ギルドの会合があるのに、早く寝ないと。お兄さんとの旅行、それがお望みなんですね。久しぶりのお願い、僕嬉しいです。その願い叶えましょう。いい？みんなちゃんといい子にしてるのよ。
かしら。本当だ、あなた誰？ママサレン、この子も今日からうちに住むの？やだな、サレンお姉ちゃん。それにみんなも。サレンお姉ちゃん？あ、間違えました。確かママサレン。約束でしたよね、サラサリアの国王様へランプを届ける旅行に僕も連れて行ってくれるって。え、私そんな約束してたかしら。それにあなたのこともやっぱり見覚えが。疑われちゃってるみたいです。どうしましょう、このままじゃお願いが。こうなったら。してましたよ。ほら、よく思い出してください。うん、サラサリアは僕の生まれ故郷なので、サレンお姉ちゃんが送ってくれるって約束だったんですよ。そう言われればそんな気も。そう、確かあなたをうちで預かってたのよね。そうだ、今日一緒にお出かけするって言ってたような。そうよね。ごめんなさい、子供たちのことなら忘れるはずがないと思ってたんだけど。いえ、思い出してくれたなら何よりです。そんなことよりそろそろ出発しないとですよ。忘れ物はありませんか？ええ、大丈夫。それじゃあ行きましょうか。あー、ここがランドセルですか。人がいっぱいですね。そんなに多いかしら。いつもと同じくらいだと思うけど。あ、そうでした。私たちの乗る馬車は。あ、待ってください、もう一人の場所を調べなくちゃ。次はこっちに行けばいいんですね。あ、ちょっと、もう一人って何のこと？何でもありませんよ。それよりサレンお姉ちゃん、こっちですよ、こっち。一人で行かないでって。あんた、こんなところで何してるの？住み込みの長期バイトの予定だったのに、向こうの人が採用人数を勘違いしてて取り消しに。それは災難だったわね。それじゃああんたは今かなり暇してるってこと？こんな偶然ありえるの？旅立つその日にこいつと会って、しかも相手の予定はなくって。こんなのいかにもここで誘えって言ってるみたいじゃない。機を逃すのが最大の損失。いい言葉ね、お父様。だからその言葉に今はちょっと勇気をもらうわ。ねえ、しばらく暇だって言ったわよね。だったらそのあんたも来てくれない？私と一緒に砂漠の国サラサリアへ。ええ、もちろん。ちょうど旅の道連れが欲しかったところなの。長旅になりそうだし、初めての国だから知り合いがいると心強いわ。荷物持ちでも用心棒でも。ううん、役割は何だっていいの。私はあんたがいてくれると安心できるの。どう？決まりね。そ
それじゃあよろしく頼むわ。サレンお姉ちゃん、旅の荷物ならそこのお店で揃いそうですよ。この子うちの救護員で預かってたんだけどね、サラサリアの生まれらしいの。一緒に国まで送り届けてあげようと思って。はじめまして。僕お兄さんがどんな人か会ってみたかったんです。よろしくお願いしますねお兄さん。おや、配達帰りに見慣れた顔がいると思ったら。ルカさん、こんにちは。この前のお魚美味しかったです。そうかい、そいつはよかった。魚闇折りに尽きるってもんだよ。私がアルバイトしてる魚屋のお得意さんだ。大抵はスズメやアヤネたちが来るけどね。それより随分な大荷物じゃないか。どっか遠出でも？ええ、父からの頼みで届け物に。砂漠の国までの長旅だからしばらく留守にしますね。へえ、砂漠の国か。話には聞くけど行ったことはないね。気をつけて行っておいでよ。そういや、ソレン、その隣にいる子は？あんたんとこで預かってる子かい？はい、こんにちは。ルカお姉さんは旅するのが好きですか？知らない土地に行くのってワクワクするだろう。私の場合は大抵行き先は決まってないんだけどさ、ふらっと気の向くまま、足の向くままってね。なんだったら今度どこか一緒に行ってみるかい？温泉、海なんかもいいね。あんたんとこの子供たちも連れてさ。なるほど、ルカお姉さんは旅が好き。あの、サレンお姉ちゃん、ルカお姉さんと一緒の旅だと嬉しいですか？うん、そうね。小さい子供と大きい子供が一人ずついるから、大人なルカさんがいてくれると安心かもね。ちょっと、あんたがキョロキョロ見渡しても絶対に見つかりっこないわよ。それだけは断言できるわ。サレンお姉ちゃんはルカお姉さんがいると嬉しい、うん、なるほど、わかりました。それなら、えい、おい、ルカちゃん、探したよ。悪いんだけど、急ぎの配達を頼まれてくれないかな。魚屋の親父さん、配達はいいけど、ずいぶん唐突だね。で、どこに行きゃいいんだい？それが、西のサラサリアって国なんだが。サラサリアって、ちょっと待ちな。国ってことは、外国からの注文かい？そうなんだよ。なんでランドソルの、それもうちみたいな魚屋にわざわざ注文したのかわからないんだけどさ。とはいえ注文は注文だし。あの、ルカさん、話の途中で悪いね、サレン。こいつは大仕事みたいだ。今すぐ旅の支度を。私たちも行くんだけど、そのサラサリアに。それ本当かい？私たちの目的地も同じなの。お父様の代わりにこのランプを届けにね。これも縁ってことかね。サレン、その砂漠行きに私も加えてもらえないかい？サラサリアまでの馬車代は頭割り、食費や宿代は個人持ち。この条件なら乗った。それじゃよろしく頼むよ。親父さん、注文の品だけ急いで準備しておくれ。皆さん良かったですね。あれ、お兄さん、僕の顔に
僕の手をどうぞ。やすか。ボスバトルが解放されたわよ。ボスチケットがあれば何度だって挑戦できるわ。私たちの旅行もサラサリアも好き勝手にはさせないわ。はい。お父様の頼み事を受けたはいいけど、砂漠の国への大旅行になるなんて。あんたが来てくれてよかったわ。これも偶然かしら。偶然じゃない。ミッションをクリアすると、お、砂漠の国サラサリアか。ランドソルの遥か西にあるんだって。旅はしてる方だと思うけど、行くのは初めてだ。お前さん、ここは一つよろしく頼むよ。疲れましょう。いいですね。よくできたね。よしよし。お姉ちゃん大丈夫。
なんかこのやっぱり受け取ることができる報酬があるようです。確認してみてください。これなんでしょう。もっとサレンお姉ちゃんやルカお姉さんとイチャイチャするべきだと思います。お兄さんたちはサレンお姉ちゃんたちと夫婦を装って入国の許可をもらったわけなんですけど、それにしては雰囲気がぎこちないというか、怪しまれるのも時間の問題な気がするんです。ちょっとずるかもしれませんけど、僕の力で幻の結婚生活を見せてあげますね。やっぱり実際にそういう生活を経験してないのが原因だと思うので、これから見るのは全部夢に過ぎませんけれど、愛し合う人との素敵な日々を楽しんで今後の参考にしてください。お二人にも同じ夢を見せておきますから。これから見るのは全部夢に過ぎませんけれど、ロマンシングサラサリア無限のマリッジシム。
ないもんだね。まさかお前さんと婚約することになるなんて。おいおい、嫌なわけないじゃないか。それならちゃんと断ってるさ。私が成り行きで結婚する女に見えるのかい？まあ、なんだ。確かにお前さんとの結婚もふわっとした感じで決まったけどさ。だからって自分の気持ちに嘘はないよ。愛してるから一緒になったんだ。さて、しっかりお互いの気持ちも確認できたところで、周りの人たちにこのことを伝えなくちゃならないわけだけど、エリコになんて伝えたらいいと思う？可能な限り血が流れない形で。いや、それはちょっと。その後のことを想像したらさすがにためらわれるよ。私だってなるべく本当に。よく考えたらサレンとも結婚するわけだし、いっそエリコとも結婚しちまえばいいんじゃないか。いや、そうなると今度は美月も怒りそうだな。こうしよう、トワイライトキャラバン全員と結婚だ。その方が面倒もなくていいだろう。そんなに結婚したら私といる時間が減る？そりゃあ、そうだね。ごめん、ちゃんと考えてなかったよ。私もお前さんとの時間は欲しいよ。ソ連のこともあるから独り占めってわけにはいかないけどさ。それでもやっと一緒になれたんだ。夢なんじゃないかって思うほど嬉しいよ。来てくれてよかったわ。これも偶然かしら。それで、そのサラサリアって国はどんなとこなんだい？サラサリアは魔道具に使われる鉱石の産地として有名なの。魔道具の製造技術なんかも発展してるらしいわ。でもそれが原因で他国から狙われ続けた歴史もあって、よそ者に厳しいお国柄って感じね。そこの馬車、止まれ！来たわね。お父様に紹介状も書いてもらってるし、無事に入国させてもらえるといいんだけど。
情は承知した。しかしサレン殿以外の入国は待ってもらおう。申し訳ないが、身元不確かなものはたとえ付き人であっても入れるわけにはいかんのだ。身元不確かってそんな失礼な。みんなの一体どこが。まあ私は寝なし草みたいなもんだし。僕は住所も分かりません。確かにそうかもしれませんけど、でもみんなは付き人じゃなくて、その付き人じゃ入れないなら、それ以外で一緒に旅行するような間柄。あ、そう、私たちはその家族なんです。そうよね。うん、こいつとは家族みたいなもんだし、ルカさんもこの子も親戚としてなら。それがサレンお姉ちゃんのお願いですか。ええ、そうよ。そういうふりをしてちょうだい。そうです、そうだよね、お父さん、お母さんたち。タジ？あ、実は私たち夫婦なんです。私とこいつとルカさん3人の。サレン？あんた何を。し、ルカさん、とりあえずここは話を合わせて。お願いします、門番さん、僕たち家族みんなでここを通りたいんです。そう言われても。待てよ、そうか、家族なら仕方ないな。あれ、仕方ない。そうだ、何を疑っていたんだ。私は。なんだ、何があったんだ。先ほどの非礼を詫びよう。疑ってすまなかった。すぐに門を開けさせる。ありがとうございます。あんなに疑ってたのに急にどうしちゃったのかしら。その子のお願いが聞いたんじゃないか。ともあれ、問題は解決したんだ。気が変わらないうちに早く行こう。にしても夫婦ってのはないだろう。夫婦ってのはしょうがないじゃない。他にいい言い訳が思いつかなかったんだもの。信じてもらえて助かったけど。さあ皆さん、着きました。ここが熱風と神秘渦巻く砂漠の国、サラサリアへようこそ。あなたたちどこから来たの。まあランドソルから。それは大変だったでしょう。ぜひともゆっくり観光していってくれ。魔鉱石の産地以外にも見どころたくさんあるんだぜ。さっきとは打って変わった歓迎ぶりね。同じ国で合ってるわよね。サラサリアは入国制限が厳しいですけど、門を入れば旅人のことをみんな歓迎してくれます。鉱石をはじめ商いの盛んな国ですからね。うん、商いが盛んっていうのは本当みたいだね。だんだん人が集まってきてないかい。さあ我が国に来たならこれは外せない。名物料理のバジリスク焼きはいかが。スパイスがガツンと効いたこの味は他じゃ味わえないよ。その前に喉は渇いてないかい。ヤシの実ドリンクにフレッシュジュース、キンキンに冷えてるよ。お姉ちゃんたち、髪飾りはいらない。私が作ったんだよ。ねえねえ買ってって。ごめんなさい、そこを通してくれる。私たち用事があって。あ、ちょっとみんな通してってば。フルーツはいらないって。串焼きもいらない。ああ、もうここの連中はみんなこうなのかい。ちょっとあんた何食べてるの。姉ちゃんも食べる。シャムス豆を使った王道チョイカラコロッケ1個100
を凍える激烈ソルティーミントアイス1個300ルピー。ちょっとあんた財布を出しなさい。これ以上無駄遣いできないよう紐を固く結んどいてあげるから。目音漫才は結構だけど、ちょっとこの場を離れた方がいいんじゃないかい。このままじゃ破産しちまうよ。うん、してまだ大して時間も経ってないわよ。先が思いやられるわね。お疲れさ。しかし人だかりもだけど、この暑さはかなりこたえるよ。お二人の格好だとこの国では目立ちますし、暑いですから着替えた方がいいですね。ほらこっちに服屋もありますよ。確かに馬車の中でもかなり暑かったね。着替えられるなら助かるよ。じゃあちょっと行ってくるわね。あんたはここで。ちょっと一緒に着替えようとしない。やばいな。なんだ。はい、忘れないでくださいね。そういえばそうだったわね。ふりとはいえ夫婦なのよね。まあ言っちまったものは仕方ないか。僕たちも行こうか。かつて失われた国宝が戻ってこようとは。サレンお姉ちゃん、あの人がサラサリアの国王様ですか？ええ、とっても偉い人なの。お願いだからいい子にしててね。このランプを見つけたというのはそなたらか？よくぞ届けてくれた。礼を言う。お目にかかります国王陛下。我が父よりこの品を献上せよと申しつかり。よいよい、堅苦しい言葉はやめよ。そなたの父とは古い友じゃ。こたびの来訪嬉しく思うぞ。では失礼して。国王様は私の父と親友なんですよね。ランプ探しを父に頼まれたのはどういう。なんじゃ、あやみ、話しておらんのか。ああ、もう何年前の話になるかの。野心に燃えた若い商人がここサラサリアにやってきたのは、不王の後を継いだばかりのわしと不思議と話があってな。幾代も語り明かしたものよ。その時に頼んだのじゃ、そなたの父御にな。失われたランプを見つけ出してくれと。かつて大昔に我が国から失われた願いを叶える魔法のランプをな。我が国の民のために
役立てたいとそう思ったのじゃ。魔法のランプ？国宝だとは聞いてますけど。願いを叶えるとはまたおとぎ話みたいな話だね。うん、その通り、おとぎ話かもしれん。何せわしより何代も前の古き時代の昔話じゃ。我が国では魔力のこもった鉱石が取れるゆえ、数多くの魔道具が生まれた。このランプもそのうちの一つでな。しかし強大な力は災いを呼ぶ。他国に狙われ、争いの中で国民は魔道具に頼りきり、国の内も外も大きな騒乱に巻き込まれていった。王様は悲しんだでしょうね。道具に頼って争いが広がるなんて、いい未来につながるわけがないもの。しかり、それを嘆いた遥か昔の国王は、強大すぎる魔道具を封印し、誰も触れられないようにしたと言われておる。いつの間にかなくなっておったがな。力なんか持ちすぎるとろくなことにならないよ。誰も彼も欲望に振り回された先は奈落の底さ。そこがあればまだいいけどね。でもそれじゃあ、そのランプが本物だったら願いは叶うってこと？ものは試しじゃ。何を願うかの。うん、決まった。ランプよ、わしの願いを叶えてくれ。我が国に訪れたこの者たちのために盛大な宴を。何も起きないわね。まあ、おとぎ話はおとぎ話だったわけじゃな。大昔の伝承など大げさに脚色されるが常ゆえ。残念。魔法の宴ってのがどんなのか一度拝んでみたかったね。何？人の宴も捨てたものではないぞ。我が国の宝を持ち帰ってくれたのじゃ。ぜひそなたらをもてなさせてくれ。うん、来ておるぞ。国王様、ここは客人用の屋敷じゃ。そなたらがサラサリアに滞在する間はこの屋敷を自由に使うがよい。ようこそお越しくださいました。皆様、お好きなお飲み物を。いただきます。あら、おいしい。そういえば、そなたらはどのような関係じゃ。随分と親しげにしておるが。申し訳ありません。国王様にご説明しようと思ってましたが、私たちは。この方々は仲睦まじいご夫婦なのです。なんと夫婦って、それは。うん、やっぱりの。わしの見立て通りじゃ。付き人にしては妙に距離感が近いと思っておった。嫌ですわ、国王様ったら。これには事情がありまして。何を言う。今もその者に腕を絡めてぴったり寄り添っておるではないか。え？あ、いつの間に。サレン、あんた、夫婦ってのは方便だったはずじゃ。ルカさん、待って、誤解よ。そんな白い目で見ないで。私にも何が何だか。そういうルカ殿もサレン殿の反対側でそなたの手を握っておるな。話すまいと情熱的に指を絡め合っておる。マジかよ。え、いつの間に。ルカさん、人に言っておいて自分だって。ちょっと待っとくれ。何がどうだって。皆さん、とても仲がいいですね。やっぱり夫婦は仲良しなのが一番です。サレンお姉ちゃんたちも
私たちは夫婦だものね。だったらこれくらい普通よね。夫婦だったらちゃんとしなきゃいけない。目が怖い。お前さ、口元に何かついてるよ。いいね。はい、ちょっとくらい協力しておくれ。うん、よし。いいね。じゃあ私は料理を食べさせてあげる。ほら、どれがいいの？ほら、遠慮しないの。私だって恥ずかしいんだから早くする。うん。それがいいのね。じゃあ、あん。どう？おいしい？ひじこって何者なんだ。ちょっとお前さ、サレンの方ばっかり見てないかい。怖い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 。亭主はこうだ。これで私しか目に入らないだろ。まあちょっとルカさん、独り占めするなんてずるいわよ。私だって、うん、これも若さゆえじゃの。存分にむつまじく宴を楽しむがよいぞ。おお、そうじゃ。この宴に旅の学士を呼んでおったんじゃ。学士？入ってまいれ。お、失礼いたします。これは国王様、この度は。あれ？じゃあこっち側は私が、そっち側はルカさんの。これってなんか幕間に出てきた。似てる。じゃあ外すから。ほら、これでいいかい？ありがとうございました。シカさん、何を驚いてるの？いや、だってサレンさんもルカさんもどうしたんですか？二人してそんな恋人みたいに抱きつくなんて。え？逃避してしまいました。やっぱり二人とも様子がおかしいです。何か違和感が。二人から感じるこれは魔力の痕跡。シカお姉さん、あなたは？ごめんなさい、お姉さんに邪魔されちゃうと僕ちょっとだけ困っちゃうんです。そうだ。これは二人に感じたのと同じ魔力だとしたら、この子がダメ、意識が。あれ、私なんでここに？チカお姉さんは学士として国王様に呼ばれたんです。国王様がお待ちですよ。うん、ああそうでしたね。宴に歌を頼まれて。行きましょう。うん、これで大丈夫ですね。国王様、ごめんなさい。前のお願いが終わらないと新しいお願いは叶えられないんです。はい。僕、頑張りますから。僕に願ってくれた皆さんのお願いが叶うように。でも旅行か。結婚前提かどうかはともかく、あいつといると退屈はしなさそうよね。ハプニングに巻き込まれがちだけど、それも思い出になるような。行けるならそんな楽しい旅行に行ってみたいわ。
さらに行きましょう。ねえ、起きて。起きてってば。もう朝よ。まったく寝ぼすけだね。やばすぎだろ。眠れないだな、主人公は。おはようさん。そういや、この国の生まれだって言ってたね。家は近くなのかい？その、実はよく覚えてないんです。僕がこの国にいたのはずっと前のことでしたから。え？ランドソンに行ったの？ショッタにお世話を。朝ごはんを食べたら一緒にお出かけしましょう。それにしても暑いわね。本当に溶けちゃいそう。皆さん、おはようございます。いい朝ですね。シカさん、おはよう。こんなところで観光かしら？観光といえばそうですね。この国の文化や伝承について聞いて回ってるところです。ランドソルとは違った音楽や歌がありますから、うん、そういえば皆さんはサラサリアに伝わる伝説のオアシスについてご存知ありませんか？ええ、国王様から聞かせてもらったんです。この砂漠のどこかに存在するそのオアシスを見つけると思い合う者同士が永遠に結ばれるらしくって、昔も今も数多くのカップルや新婚夫婦が探しては見つけられずにいるという話なんです。ロマンチックな伝説ね。チカさんはそのオアシスを探してるの？あったらいいなとは思いますけど、さすがに一人で砂漠を歩くのは危ないですからね。誰も見たことのない伝説のオアシスか。なかなか面白そうだね。思い人と永遠に結ばれるなんて、そういうロマンスって憧れちゃうわね。うん、私たちも探しに行ってみる？夫婦円満の願掛けにはちょうどいいじゃないか。私もなんとか配達は終えられたし、それも急ぐ用事はないんだろう。まあ、お使いを終えてトンボ帰りっていうのも味気ないものね。その伝説のオアシスとやらを探してみましょうか。とは言っても、闇雲に探しても見つかりそうにないわよね。伝説のオアシス、僕も聞いたことないです。立てなくてごめんなさい。そいつは無茶だろう。オアシスが見つからないどころか遭難だってありえる、うん、みんな揃って干物になっちまうなんてごめんだよ。伝承の記述にもどこにあるかは曖昧にしか。もしかしたら長い年月をかけて枯れてしまったり、
砂漠に埋もれてしまったのかもしれません。わかりやすく地上にあるんだったら、この国の人がもう見つけてるだろうし、とっくに全部砂の中って可能性は高そうね。あら、君たちじゃない。まさかこんなところで会うなんてね。誰？やっほー、みふゆ。みんな元気そうで何よりね。みふゆさん、どうしてここに？なんだ、あんたもこの国に来てたのか。奇妙な縁もあったもんだ。ルカさん、みふゆさんと知り合いなの？用心棒の仕事絡みでちょいとね。それより、こんなとこまで出稼ぎかい？あんたなら仕事なんか引く手あまただろうに。今回は出稼ぎのバイトじゃないの。何せサラサリアの国王様直々の依頼なんだから。そう、オアシス掘りのね。オアシス掘り？オアシス掘りって何？そもそもオアシスって掘るものなの？探すものじゃなくて？そう、まさにそれよ。前に君と温泉開発をしたでしょ。あの時の実績を買われて雇われたってわけ。いるじゃない、いたじゃない、専門家。私たち結構ついてるんじゃない？その感じだとあなたたちも目的は同じみたいね。ちょうどいいわ、私も同行していいかしら。そいつは渡りに船だけど、いいのかい？掘るにしたって探すにしたって結果的にオアシスが見つかれば一緒よ。一人で探すより断然効率的だもの。それじゃあこのメンバーで出発ね。うん、準備を整えたら早速行きましょう。あの、みふゆさん、オアシスを掘ると言いますが、具体的にはどのように？この国に来てから感覚が冴えてる気がするの。だからこうして自分の直感を信じれば、感じるわ。ここを掘れば何かがあるはず。君、強化をお願いね。掘るって見渡す限り砂しかないのに、本当にオアシスなんて見つかるのかしら。何が出てくるんでしょうか。ワクワクしてきますね。行くわよ。スプラッシュダイブ。ごいやな。どう？外れ。砂漠に穴が開いただけだね。ならもっと深く掘ればよ。力技すぎる。いや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 、めっちゃ言うな。みふゆさん、大丈夫？掘りすぎて穴の底が抜けちゃった感じね。大丈夫よ、怪我はしてないわ。皆さん見てください、そこの方に横穴が。ん？炎の剣技で明かりを作ったのかい。助かるよ。それにしても砂漠の真ん中に洞窟の入り口か。らしい。砂に埋もれて見えなくなってたのね。でもこの作り、洞窟というよりは遺跡かしら。同感だ。何か人の手が加わったような印象がある。ところには侵入者用の罠が。ちょっと、入り口が閉じていくわよ。砂もなだれ込んできて。どうやら当たりみたいだね。けど砂に埋もれるわ。
わけにはいかないんだよ。ジョノたち、流水陣。水で砂を固めてせき止めたのね。やるじゃない。あいにくだけど長くは持たないよ。早く脱出口を探さないと。完璧。強くなってきてる。この先に出口がありそうね。よし、行くわよ。しまった、またまだ通路が閉じてく。ソレンさん、みんな早くこっちへ。ダメ、分断された。こっちにいるのは私とあんただけ。みんな壁の向こう側に残されたんだわ。このままじゃみんなが魔物に追いつかれちゃう。どうにかして助けに行きましょう。今の石壁を動かす仕掛けがきっとどこかにあるはずよ。それかどこかに元に戻る道が。探さなくちゃ。ねえ、あんたも一緒に探してよ。急がないと。ごめんなさい。こういう時こそ落ち着かなきゃダメよね。だけどみんなと合流する手がかりが全くないのよ。どうしたらいいの。諦めるな、思考を放棄するな。私早くどうにかしないと。このままじゃ。ん？魔物が次から次へと襲ってきて、洞窟の中で反響するから歌で眠らせることもできない。さすがにちょっときつくなってきたわね。もう泣き言かい。なら私に任せて休んでな。誰か助けて。それにお姉ちゃん、心の声。それが願い事なら誰かこの遺跡にいる皆さんを助けられる人を。ねえあんた、その角の先気をつけて。誰かいるわ。先ほどから騒がしいですね。誰だ。遺跡とは人々が脈々と連ねてきた荘厳なる歴史の証。少しは敬意を払えないのですか。おや、こんなところで会うとは本当に奇遇ですね。特別な理由などありませんよ。最近は歴史に興味を持ちまして、各地方の史跡などを探索しているのです。しかし、言われてみればなぜでしょう。ここへ来る直前の記憶に欠落があるようです。これは認識阻害魔法の影響のようですね。誰かが私に。
しかしこの遺跡は大変興味深い。サラサリア地方で古代に散逸した国宝と高度な技術で作られた魔道具文明の関連が見られ、人が話しているときは最後まで聞くべきだとあなたは教わらなかったのですか？私は例外ですから問題ありません。仕方ありませんね。歴史の講義は後回しにしましょう。話は後です。捕まってください。安全な場所まで再跳躍します。跳躍？ボドンジャンプ。なんとか助かったみたいね。みんなが無事で本当に良かったわ。いや、ちょっと待った。なんだか妙な音がしないかい？ちょっと壁が崩れてきてるわ。あの光さす方向が出口です。走れば間に合います。全力で。みんな走って。でもやっと出られるんですね。もう体力の限界です。まあ一つ言い忘れてました。この先は滝壺になっているのでご注意を。よう助かったな。生きてる。私たち生きてるわよね。うわ、冷たい。涼しい。天国があったらきっとこんな感じよね。うん、温泉じゃないけど生き返るね。あの皆さん、ここってオアシスですよね。思い人と結ばれる伝説が。きっとそうね。こんな深いところにあったなんて驚きだわ。そりゃ一緒に見つけたら両思いになっちゃうわね。これだけ危険な冒険を一緒にしたら。違いない。準備ですか？ええ、こんなところですることなんて一つしかないでしょ。とこんなイメージを堪能しないともったいないじゃない。仕事も遊びも効率的にって大賛成。それじゃ私も付き合うとしようかね。待ってください。私も。いいね。調べてみたかったけど、うん、もう今はそういう話は抜きにしましょう。すっかりびしょびしょになっちゃったわ。ちょっとはしゃぎすぎちまったね。服が張り付いて気にくいから。そうですね。あ、あのどうか
かした？チカさん。あの、さっきからあの人がこっちを見ているような。ちょっと、なんでそんなまっすぐな目でこっちを見てるわけ？そこは普通、お前さんが照れたりして視線を外したりするもんじゃないのかい？私は水着だからいいけど。あ、その、私は、いけません。って、なんか変じゃない？ねえ、私たちの声聞こえてる？おーい。いいですか？このオアシスの植物は、他の砂漠地域とは明らかに植生が異なっています。例えば、そこの樹木。これが何を意味するか。そう、このオアシスは何らかの不思議な力により土地ごと運ばれてきた可能性があります。これは先ほどの遺跡にあった壁画にも関連が見られ。あいつ、なんで私たちじゃなくて草なんか見てるのよ。約束を守るのはあんたのいいとこだけど、でもそこは違うでしょ、いくらなんでも。チカさん、水を思いっきり飛ばすことってできるかしら。一旦頭を冷やした方がお勉強もはかどるんじゃない？風の精霊よ。ま、受け止めてやるのも器の大きさだ。ここは一つお前さんの腕を見せてやんな。おっと、本日の講義はここまでにしておきましょう。ではまた。わあ、お兄さんが大変なことに。やれやれ、乙女心というものは複雑ですね。はい、やばいやろこのシーン。冒険の話を聞かせてやってくれぬか。そなたらの話を聞きたいと朝からごねられて困っておるのじゃ。異国の話となればずっと聞いていられるような好奇心の旺盛な娘じゃ。かわいい。一つ頼めるかの。そういうわけで皆さん、よろしければ気軽にファリーダとお呼びください。じゃあファリーダさん、さっきから気になってたんだけど、その服熱くないの？ずいぶん注目を集めてるみたいだし。ええ、でもこ
これは目印なんです。目印？あの方がいつでも私を見つけられるように。あの方？ここ誰なんだい？それは。あの赤い服、あの髪、あの瞳、彼女だ。ファリーだ。会えてよかった。元気そうで何よりだよ。サイード、あなたも変わりないようで安心したわ。でもこんなところまで来て平気なの？この辺りは赤紋章の王家の。もう見つかっちゃったみたいだな。サイード様、こんなところにいらしたのですか。友の一人もつけずにこんな場所まで。危険だと申し上げたはずですよ。いや、すまないファリーダ。また今度一目でも会えてよかった。サイード、気をつけて。私もお会いできて嬉しかった。貴様は航空派の。サイード様に気軽に話しかけるな。私はただ散歩をしていただけですわ。あの方も偶然通りかかっただけ。いけしゃあしゃあ。赤紋章の目に角で、いつか化けの皮を剥いでやる。こいつはまたどうにも込み入った事情がありそうだね。あんたたちはどうやら着いた中のように見えたけど。ええ、彼はかつて王家から別れた冒険の血統で、私たち現国王側の血統とは別の派閥に属しているのです。同じ王家の血筋なのにいがみ合ってるのね。さっきの兵士の態度を見るに穏やかな関係ではないようだし、うん、はい。今でこそ内乱などを起きる事態は避けられていますが、腹の底では未だにいがみ合っています。小さな頃から目を合わすのもいけないとしつけられてきました。ですが私は彼のこと、周りのみんなが言うように憎むことができなくて、話してみたくなったのです。そして何度も会ううちに彼のことを。それでたびたび偶然を装って相手さんと会ってたわけだね。あの一瞬言葉を交わすためだけに。けなげだね。もっと話したい、ゆっくり会いたいと思うこともあります。でも二人の立場を考えたらそう簡単にはいかないのです。ですがいつかきっと。現国王派の赤紋章一族と冒険の白紋章一族。それであんたらは何が原因で揉めてんだい？国を割るほどの事情って言ったら相当なもんだろう。すみません、私も詳しくは。何せ現国王が即位するより何代も前のずっと昔の話ですから。ただ遥か昔のサラサリア王の時代、ある魔法部をめぐっての騒動が両派を分かつきっかけだったと聞いています。これがロマンス小説なら話は簡単よ。二人の愛で難題を乗り越えるだけだもの。でも現実はそう都合よくはいかないわ。そうです、結婚すれば。今なんと？お前さん、いいこと言うじゃないか。そうだよ、結婚しちまえばいい。私たちみたいに家族になっちまうのさ。周りに気兼ねなんてしないでさ。いや、難しいんじゃないか。ないだろ。ですが私が勝手にそんなことをしたら後で周りが何と言うか。その当人ですら原因を知らないような
大昔の話なんだろ。そんなもんにこだわるより自分の心に。って誰だい、こんな真面目な話の最中にでかい腹の虫を鳴らすのは。しんこです。まずはお昼ご飯にしましょうか。準備するわ。お腹が空いたままだと気がめいっちゃうしね。され、私も手伝うよ。食事の支度をしながら作戦会議と行こう。ありがとう。じゃあルカさん、そっちの魚料理をお願いできる？魚の扱いなら慣れたもんだ。さ、腕によりをかけるとしようか。腹を空かせたうちの旦那のためにね。うん、私の夫でもあるんだけど、やっぱり今日は私だけで作るから、ルカさんは休んでていいわよ。へえ、そうかい。でも働かせてばかりってのも気が引けるからね。サレンこそこっちに任せてくれたっていいんだよ。いいえ、バッチリ元気だから全然大丈夫。すごい、あっという間に料理ができていくわ。二人とも料理が上手なんですね。はい、あんたは味見どう？お前さん、今度はこっちだ。どうだい？オッケー、そんじゃ戻っていいわよ。今の勝負は引き分けってところね。なかなかやるじゃないか。お前さん、味見で満腹にするんじゃないの？皆さん、すっかり夫婦っぷりが板についてきましたね。そうかしら。それはどうも。顔が熱いね。これが夫婦。私とサイエドもあなたたちみたいになれるのかしら。こんな風に幸せな時間を一緒に過ごせたらどんなにいいか。あれ、なんで私照れてるのかしら。別に夫婦なんだから何でもないことのはずよね。いつも通り夫婦として振る舞ってるだけなのに、どうにも調子が狂っちまうね。さあ、食事が終わったら出発よ。サイードさんに会いに行かなくちゃね。あんたもじっくり話したいだろ。私とソ連が警備の気を引いてるうちに、あんたとちっこいので王子様を連れ出しておくれ。私にできるでしょうか、そんなこと。今までだって偶然を装って言葉を交わすのが精一杯だったのに。だけどこのままじゃ何も変わらない。私たちみたいな、その夫婦になりたいなら、あとはあなたの決断だけよ。乗りかかった船だ。こうなったらとことん付き合ってやるさ。さあ、準備はいいかい？こっから先は後戻りなしだ。二人の愛のためって言うと聞こえはいいけど、これ絶対後で問題になるわよね。今から言い訳を考えておかないと。なら一緒に来るのはやめとくかい？冗談言わないで。私が同じ立場だったら絶対引かないもの。たとえ誰を敵に回したって、こいつの手を掴みに行くわ。だってさ、そんな女がここに二人いるんだ。お前さんは幸せ者だね。私も覚悟はできました。それじゃあ行くわよ。そうだ、お兄さん、この指輪を渡しておきますね。
礼。サイード様にお目通り願いたいのだけど。ごめん。お話ししたいことがあるの。大切な話よ。ここは誰であっても通してはならぬと言われている。僕、貴様らのようなどこの馬の骨とも知らぬ者に。では今一度伝えてください。私、ファリーダが会いに来ましたと。赤を言うな。赤紋章の王族などなおさら通すわけにはいかん。今すぐここを立ち去れ。さもなくば力ずくで。ってことだけど、どうする？当然悪いけどお邪魔させてもらうよ。何の真似だお前たち。僕をこんなところに閉じ込めてファリーダと僕を引き離そうというのか。ええ、サイード様が血迷われている間はここでお過ごしいただきます。赤紋章の目狐に入れ上げて導くべき民をないがしろにしておられること、そろそろご自覚いただきたい。あなたは騙されておいでだ。白紋章の王家のいくらにも及ぶ苦渋の日々を知らぬわけではありますまい。今度はあなたを籠絡して一体何を企んでいるのや。違う、彼女はそんな人じゃない。僕と彼女は純粋に互いを思い合っているだけだ。一族の確執なんか関係ない。何をおっしゃいます。あなたは将来我らのトップに立つべき人間。白紋章の誇りを背負い赤紋章の連中と戦う定めなのですぞ。彼女とも彼女の一族とも戦うつもりはない。閉じ込められたくらいで僕の信念は変わらない。僕は彼女との愛のためなら命を賭したって構いはしない。そうなお覚悟で、恋に浮かれるとこうも愚かになるとならば、もうしばらくそこで頭を冷やして。何が起きた？サイード、本当に規格外だな君たちは。だが恩に切る。僕も覚悟を決めるよ。お二人は僕と一緒にこちらへ。で、いいんですよね、サレンお姉ちゃん。で、お願い、あなたの土地勘が頼りよ。時間を稼ぐわ。侵入者め、白昼堂々を知って無事に帰れると思うなよ。さあ、もう一暴れ必要みたいね。ルカさん、行けるかしら。せい。当然、聞くだけ野暮だろ。
なんだこいつらの強さは。我が隊の精鋭がいとも簡単に白紋章のこの衛兵を圧倒するだと。その程度じゃ私の相手にもならないよ。さてお次は誰だい。それなら私と言ってお願いできるかしら。誰だ。あんたはこんな場所でまた会うなんて妙な縁もあったものよね。衛兵のバイトを引き受けたと思ったらあなたたちと戦うことになるなんて。敵同士。みふゆさん待って、これには事情が。話ならちゃんと聞いてあげるわよ。ただしみんなを捕まえた後で。だけど私にも雇われた以上立場っていうものがあるの。違法じゃない合法的な警備員として。そのあたりサレンさんなら分かってくれるわよね。ええ、それはもう十分すぎるくらいに。止められた。悪いわね。この家業は信用が大事なの。痛くしないからさっさと捕まっちゃいなさい。なんてバカ力なの。ああもう敵に回すとこんなに厄介だなんて。おお、あのアルバイト傭兵が奴らを止めたぞ。この隙に奴らを囲め。絶対に逃がすな。どうする。手加減できる相手じゃないよ。このままじゃ本気でやり合う羽目になっちまう。ねえあんた、その指なんか光ってない。あ、指輪が絨毯になった。しかもこれ浮いてないかい。おい、魔鉱石と魔道具の国ね。助かったわ。全員乗った。行くわよ。まずい。みんな早く彼らを捕まえて逃げられればよ。空までは追ってこないだろう。久しぶりに肝を冷やしたよ。だけどこれで一安心ね。見て、みふゆさんもさすがに諦め。デビアカンラース。そんな水のない場所でこのレベルの技を。お前さん全速力だ。冬のやつ本気の目をしてるよ。絨毯に穴を開けられたらおしまいだ。こらー、待ちなさい。無事だったのか。よかった。本当に無事でよかったわね。絨毯にかすった時なんか紐が冷えたよ。まったく。大変だったんですね。ちゃんと二人で話はできた。はい、皆さんのおかげで。二人で国王陛下のところに行くつもりです。ファリーダ、どうした。ドレスが砂だらけじゃないか。擦り傷も。陛下、私たち結婚のご報告に参りました。赤紋章の国王陛下、僕たちはいがみ合う二つの王家の血筋なれど互いを強く思っていると確認し合いました。彼女人生を共にしたいのです。そして赤紋章の民も白紋章の民もいがみ合うことなく協力し合って生きていくことができたらと。随分と急な話じゃのう。
元王家と白紋章の血筋、周囲の反対も多かろう。それでもか。はい、私はもう決めたのです。他の者たちが何と言おうと、彼と添い遂げます。たとえ陛下が反対されても、出ないと顔向けできませんもの。二人でここにたどり着くため尽力してくれたあの方たちに。そなたらが自分で決めたことなんじゃな。あの者たちが背中を力強く押してくれたか。茨の道であろうが、恐れるでないぞ二人とも。おい、あの二人うまくいったみたいね。ここまで骨を折ったんだ。そうじゃなきゃ困るさ。町の方もなんだかお祭りでも始まりそうな雰囲気ね。あちこちから楽しそうな声が聞こえるわ。ねえ、この絨毯ってあんたが動かしてるの？よかったらこの町を巡ってみたいわ。おお。横から見たのなんて初めてだよ。本当に花が咲いてるみたいな。それって花火のこと？それとも私たちに向けて？どっちかしら？両手に花を持つなら水だって十分に与えてくれないとね。そうだね。お前さんの口からも愛の言葉ってやつを聞かせてもらわないか。そうよ、ちゃんと言葉にしてくれないとね。私たちの旦那様。ここまでかな。もうお父様ったら、いきなり子供の話なんて。デリカシーというものがないのかしら。婚約を報告した途端あんなにはしゃいじゃって。ルカさんも一緒に結婚するのを認めてくれたのはありがたいけど、とにかく子供の話は一旦忘れて。その通りよ。私たちが結婚してもやるべきことは変わらないわ。あの子たちが巣立つまで面倒を見てあげないと。ところでその救護員の子たちにはなんて説明しようかしら。これからはあんたも一緒に住むのよね。私の部屋、今までは子供たちも自由に入ってきてたけど、今後はノックしてから入るようお願いした方がいいかもね。なんでって、ダメに決まってるでしょ。子供の教育上良くない場面をうっかり見られてもしたらどうするのよ。具体的にどんな場面かって？それはベッドの上でチェスをするとか、ほらお行儀が良くないでしょ。とにかく子供たちにはそう伝えるから。スズメについては分別のある子だし大丈夫。スズメってそうなんだ。いえ、うっかりノックを忘れて入ってきそうね。素直に鍵をつけようかしら。でも
んまりみんなと壁を作るようなこともしたくないし、悩みどころね。とにかく二人っきりの時間を作るのは諦めないわよ。ルカさんと仲良くしちゃダメってことじゃないわ。私のことだけを見てくれる時間が欲しいってこと。ほら、こっちに来て。何したんだ。愛してるわ。いのはいいんだけどさ、いつものに比べると少し心もとないね。ギルド管理長、お疲れ様です。お父様の頼み事を受けたはいいけど、なんだこれ。国への大旅行になるなんて。カリント、あんたが来てくれてよかったわ。ネタバレになるかな。偶然か。一応は何まで行ってたんか。今回はここまでしておきましょう。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。勝利するのか、私も楽しみにしていますね。